それでは早速ご登場いただきましょう。元ボートレーサーの山崎智也さんの登場です。皆さん大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。皆さん前の方までお越しください。月曜日ですがたくさんの方がはいありがとうございます。お越しくださってますね、はい、じゃあまずは、はい、自己紹介の方お願いします。元選手だったんですけど今無職の山崎智也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご着席ください。はい、緊張されてます？はい、さっきね YouTube の方でもすごく緊張されてるというお話もされてましたが、いやあっちはまだ人がいなかったからいいんですけど、はいはい、人前で喋るのは現役の時からあんまりなかったんで。あ、そうなんですか。はい、でもたくさんの方も見に来てくださってるんで今日はいっぱいお話ししてくださるんですよね。え？あれ？私も8割ぐらい山崎さんにちょっと任せようかなと思ってたんですけど、それではですね本日ボートレース多摩川にようこそお越しくださいました。多摩川では G1 周年記念を1998年と2005年に優勝されております。ボートレース多摩川での思い出はありますか？そうですね、水面が良くて、はい、いつも乗りやすかったイメージありますね。はい、なんかエンジンの引きは多摩川いかがでしたか？そんな特別いい悪いはなかった気がしますけどね。お客さんめっちゃ笑ってくれてますね。はい、すかありがとうございます。他になんか多摩川はまくりやすいとか逃げやすいとかっていう印象は？まあ乗りやすいんで、はい、どっからでもチャンスあるんじゃないかなと思いますけど、はい、山崎さんは何コースが得意でした？得意はあんまりないですね。はい、そうなんですか。はい、今までで印象に残ったレースっていうのは？ここの記念で優勝して、はい、一番人気の長岡さんが飛んだんで、はい、表彰式でむっちゃ怒られたっていうイメージあります。怒られたイメージ、はい、レース中よりも怒られたイメージの方が強かったですか？はい、まあ、今年ねボートレース多摩川では SG のオールスターが開催されるんですよ。うん、で山崎さんは1998年に地元桐生で優勝、そして2006年には戸田開催でファン投票第1位の選手として優勝のグランプリが、まあね、もちろん思い出深いかなと思うんですけれども、オールスターはいかがでしたか？はい、印象は。そうですね、あれだけは本当に、はい、ファンの皆さんに選んでもらわないと出れなかったんで、はい、あれはやっぱまた特別な SG っていうイメージがあります。ね、やっぱ第1位で選ばれるっていうのはなんか他の順位よりも気持ち的にはありがたかったし、はい、その時一番応援してもらってるんで優勝するチャンスがあるので自分が一番上だなと思ってレース場に行った思い出はあります。はい、オールスターの歓声で今もまだ覚えてる声援であったり言葉っていうのはありますか？はないですけど、はい、1位で選んでもらえたのは、嬉しかったですね。お、はい、本日ねボートレース多摩川で、まあ、配信にご出演されていますが、はい、ちょっといかがですか？いや未だに、はいはい、慣れないです。慣れてないですか？はい、でも結構ね YouTube とか最近出演されてますよね。いや、まあ、はい、まあやめたばっかだったんで、はいはい、特需で呼んでもらっただけでもうそろそろ呼ばれなくなると思います。いやいやいや、まだまだね、はい、皆さん見たいですよね。見たいですよねらしいので、ちょっとまた多摩川にもどうですか、今日来てみてまた来たいなーなんて思いますか？思ってません。すいません。あれ、すいません。本当ですか？人前で喋るのは、はい。あ、じゃあ配信だったらまだ。配信だったらまだ。じゃあ熊谷さんと野添さんじゃなくても大丈夫ですか？女性2人とでも。ほら、みんな待ってるとお声掛けいただきました。はい、頑張ります。はい。配信では言えない熊谷さんと野添さんのエピソードってあるんですか？そう、まあでもあの人らもともと優しいんで。ああ、そうなんですか。はい、なんか悪いこと言えないですね、特に。レース中ってバチバチ感とかなかったんですか？は全然ないですね。もう仲良しで。熊谷さん見た目怖くて実はすごいギャグセンスがあるっていうのが、はい、あ、そうですよね。はい、確かに配信見てらっしゃる方だったらめちゃくちゃわかるかなと思うんですけど、はい、熊谷さん本当面白くて、はい、全然怖い方でもないですもんね。はい、
レース中終わってからとか会話って何かされたんですか？まあいつも一緒に記念で走ってたメンバーなんで、はい、まあ、熊谷さんとか野添さんとかはよく話しかけてもらってたんで、はい、可愛がってもらえてたと思ってます、はい。プライベートとかも一緒になってたんですか、熊谷さん野添さんとは？いやいや、もうプライベートは、はい、ほとんど僕選手と交流なかったんで、はい、そうなんですか、はい、そういう理由聞いてもいいんですか、なんでプライベートご一緒しなかったんですか？プライベートで仕事の人がいると仕事っていうイメージしかないんで、やっぱそういう方もね、たくさんいらっしゃいますもんね、はいはい、なるべく会いたくなかったです。もうボートレーサーも辞めてもう2年くらいですかね、ですかね、はい、もう経つじゃないですか、はい、何かこれからしたいなとか予定あるんですか？したいのは特にないですね、はい、なんか YouTube、 ここの YouTube に出たいとかないんですか？あるわけないでしょあるわけないでしょ、そんなの。いや、ここで多摩川出たいって言ってくださんないかなと思ったんですけど、はい、多摩川はちょっと何回もちょっと多摩川今日押していこうかなと思うんですけど、特にどこのもう YouTube とか人前に出る仕事はですか、はい、はい、得意じゃないんで。まあね、まあ、ボートレーサー辞めてからやっぱ減量とかはね、なくなりました？全くしてないんで。そうですね、はい、結構食べます？食べる量はむっちゃくちゃ減ってるんですけど。あ、そうなんですか。もうレース場で絞る時期が全くないんで、はいはい、体重はもっとひどいことになってます。じゃあどこかご飯に行ったりは選手とはせず？あ、昔からもうしないんで、うん、はい、辞めてからますます接点がなくなってます。ご家族とはいかがですか？は行きますね、はい。どこに行かれるんですか？何食べたりするんですか？神さんも俺も九州好きなんで、九州、はい、九州は旅行よく行ってますね。なんで九州好きなんですか？あったかいからですか？いや、なんでも安くてうまいですよね。安くてうまいから、はい、でもね、やっぱりもう賞金も稼いでらっしゃったじゃないですか、はい、その貯めたお金でなんか奮発して買ったものとかないんですか最近で？すいません、ちょっと困らしちゃいましたかね、まあ、別に私特に欲しいものもないんで。欲しいものもないんですか？はい、別に、まあ、欲しきゃ買いますけど、はいはい、特にないんで。じゃあもう次何かしようとか今からの夢だとか。夢ですか、はい、第二の人生何したいとかないんですか？今日、え？ボート選手？ボート？ボート選手もう一回戻ってほしいですか？戻ってほしいんだそうですけど。絶対嫌ですなんでそこまで言い切るんですか？いやいや、どうしてボートの選手もう一回するってなるの嫌なんですか？いや、こんだけ自由な時間を味わうとあの監禁生活には戻れないですやっぱり監禁生活っていうのは辛かったんですか？辛いと思います。携帯も取り上げられるし、はい、はい、もう選手は本当に情報弱者ですからね。まあ、そうですよね、はい、やっぱだってその大体一節間だったらゲームもできなくなるわけですもんね。まあそうですね。ゲームはされてたんですか？はい、現役の方がしてましたね。何してたんですか？現役最後の方は馬娘やってたんですけど、はい、ボートじゃなく、はい、馬の方。すみません、すみません、馬をね、はい、いや皆さんもね、ぜひあの、はい、山崎さん馬をしてたらしいので、はい、ぜひ皆さんもしてみてください山崎さん、なんか、はい、今なんか和牛水食べたいとかないですか？大丈夫ですか？なんかさっき配信でちょろっと。ああ、牛水ね、なんか、はいはい、食べてはみたいですけど、はい、あんなに1人前無料食べらんないんで。でも美味しいんで、はいはい、食べて、はい、明日じゃあ買ってきてもらって食べます上でじゃあ次に明日もありますもんね。はい、明日もあるんで。明日も12レースまでだと思います。今日なんかしんどくないですか？大丈夫ですか？1レースから今までやってますけど、だいたい2時間ぐらい配信されてたと思うんですけど。まあ別に喋るだけなんでそんなに。あ、そうなんですか、はい、私配信見てたらだんだんこうテンション下がっていってるのかなとか思ってて、大丈夫かなと思ったんですけど。まあ2人いるんでなんとかなるでしょう。お二人いたらね、やっぱり安心感もね、はい、増しますもんね。じゃあ体力的にはまだまだ大丈夫ということで、はいはい、ということで、はい、もう締め切りも6分前ということなので、はい、この
王第5レース発売中のトークショーは以上をもちまして終了させていただこうかなと思います。次のステージは第7レース発売中14時頃から開始させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。